市川幸太郎6月29日隊は、東京都豊島区出身の俳優、歌舞伎役者。矢号は、沢社屋。縄文は、雪輪に、辰沢社。本名は、三浦幸太郎。落語家の三遊亭トム、NHK アナウンサーの渡辺沢子、宝塚雪組の千風カレンは幼稚園の、同僧である。2歳の時、スーパー歌舞伎、大和武の初演を見て、 初代市川おこんに憧れ、歌舞伎役者になることを決意。3歳の頃より基礎を身につけるために、日本舞踊家で、林隆仙久志家元であるおばの林千久志に、日本舞踊を習い始める。11歳の時のスーパー歌舞伎へ出演。週1回、大和武の初代市川おこんの武でヘタルベを、務める。平成7年、市川猿之助七月大歌舞伎。 網模様灯籠を菊切りの日吉丸で、市川幸太郎を名乗り三代目、市川猿之助の部屋ごとなる。猿之助の門下で、日本舞踊紫派藤間流を修練。同派での名取名は、藤間広次大。熱烈な広島東洋カーップファンである。母方の曾祖,祖父は、昭和初期の参加小説家、三角館。その娘婿である祖父は、名画座池袋文芸座の前経営者。 三浦大志郎。その娘夫婦である両親は、雑誌ヶ谷の祖父三角館の宮廷を使って、料亭、雑誌ヶ谷館を経営。ラスベガス、ロサンゼルスで旅行業、飲食店を営む兄弟がいる。妻は、司法書士。おばは、日本舞踊家で、林龍泉久派家元である、林船久氏。岐阜は、静岡県牧野原姉妹市長の西原茂げ ありがとうございます。